南側で入り口ゴッタルド道路トンネルは、スイスに存在する世界で4番目の長さの道路トンネルである。全長 16.9km で、ゴッタルド峠の下を貫き、北側のウーリ州、ケシェネンと、南側のティチーノ州アイロロを結んでいる。ドイツのハンブルクとイタリアのシチリアを結ぶ最短の道路の一部となっている。トンネルは、スイスのモータリゼーションとイタリアのリゾート地としての、 人気から1980年9月5日に開通した2001年10月24日トンネル内で2台のトラックが衝突して火災が発生し11名が亡くなった修復と清掃のためにトンネルは2ヶ月間閉鎖された2012年6月コッタルド鉄道トンネルが落石により普通となり危険物の輸送が停滞したこのため鉄道の普通機関に限り ゴッタルド道路トンネルで禁止されてきた危険物輸送車両の通行が制限付きで認められることとなった。具体的には時間を限り一般車両を通行止めとし、警察車両が誘導、危険物輸送車両を隊列を組み、消防車両が追随する形で走行が行われた。ゴッタルド道路トンネルはスイスの高速道路 A2 の一部である。 バーゼルからイタリアとの国境の気圧差までを結んでいる。トンネルは片側1車線の対面通行で、制限速度は時速80キロメートルである。トンネルは過密状態で、しばしば渋滞を引き起こしている。これに対して、アルプス山脈を貫くトンネルでは、バレー州のグランサン、ベルナールトンネルの方が空いており、時間的にも短いことが多い。 ただし距離的には、ゴッタルド道路トンネル経由の方が短い。トンネル内では、トラックの車間距離は150メートル以上を取るように、規制されている。2016年2月の国民投票において、条件付きで第二トンネル建設を認める2014年、連邦法改正案が承認され、2027年の開通が予定されている。第二トンネル建設計画は、古くから浮上したものの、 政治的な背景も相まって父として進まなかった。道路トンネルの建設を阻止しようとしたアルプスを通過交通から守るアルプス運動は当初はスイスの連邦参事会により否決されたが1994年2月に52%の賛成で国民投票を通過した。これに対しトンネル建設派のアバンティ運動は2004年2月に国民投票を行ったが 62.8%の反対で否決された2014年9月26日、前述のように連邦議会にて連邦法改正案が通過。この改正案は自然保護を目的に交通量増加を認めていないスイス連邦憲法第84条の遵守を前提に老朽化した現行トンネルを全面閉鎖した上での改修工事を目的として、 新トンネル建設を可能とするものである。したがって、新トンネルは、現行と同じく片側1車線の対面通行とされている。さらに、現行トンネル更新完了後は、新旧ともに1車線に半減し、許容通行量は現状のまま維持される計画である。今後この計画を変更する場合、国民投票による憲法第84条の改正が必要となる。 ゴッタルド鉄道トンネルが並行している。また、アルプトランジット計画の一環として、現在地点より600メートル低い場所で、ゴッタルド峠を貫くゴッタルドベーストンネルが2016年6月に開通した。ありがとうございます。